京都に到着します。で、次の日行きます、うん、京都からですね、ちょっとこれ大阪方面行くんですけど、意外なルートがあったんでこれにしてみました、うん、近鉄京阪特急で、これ、何倍行きです。聞いたことない。大和西大寺から奈良線入る。ええー。いや、これ京都で泊まった理由、これに乗るためだもん。すごいね、これさすがに JR の方が早いってなってくらっちゃった。間違いない、間違いない。なんで、まあせっかくなんで、あの京都から大阪までこれ乗ってみようかなと。これだからあれでしょ、最大時で方向変わるから、うん、椅子をこう変える、椅子をこうガコって戻してみたいな。別に4人席にしちゃってもいいじゃん。これさ、なんか最近さ、近鉄あのなんだっけ、スナックカーっていうのが引退したんですけど、スナックカーにさ、スナックついてる時代だったりしないかな。スナックすごい利用してみたいんだよな。響きがいいよね、スナックってね。またしずえさんお酒飲んじゃう。なんかあれだね、なんか旅番組で酔っ払って、なんかあのみんな泣き引っ張るタイプだね。飲みすぎですよって言われる。あれだよね。いいね、はい。で、大阪環状線で鶴橋から西九条、うん、西九条から阪神西大阪。これね、昔僕乗ったことありますよね、一番最初大阪行った時。まだ西九条止まりでしたね、これで、尼崎で、まあ、3分の乗り換えられるでしょう。まあ、あのいつものあのホームでの乗り換えですね、うん、で阪神今津で、11時半発の今津線で35分到着の西宮北口、うん、でですね、まあ、こここれさ、西宮北口はもうダイヤモンドクロスはなくなっちゃってる。なくなってました。あー、なんで4年までかな。あれ、あの春日の誕生前に春日の聖地行っときましょう。そうだね、うん、で、まあお昼とか食べた後、ここで阪急西宮球場に行こうと思ったんですけど、うん、まさかなんですけど、うん、6月7日ウエスタンリーグの、うん、阪急対中日をやってまして、うん、この日ブライアントを見るために近鉄の人間が来ているらしい。ほう、なのでここブライアント出ると思う。なるほどなるほど。唯一ブライアントの二軍戦の情報があったのがここだけだったんで、あー、なのかちょっと動かせなかった。なるほど。いやー、1988年だから絶対 10.19 にしようと思ったんだけど、まさかの6月7日の二軍戦っていうのがちょっと面白かったですね。西北もだから、それこそ古い商店街とかがあるから、そこでね、なんかせめてご飯食べてったりとかしたいですね。で、まあこれで大体、まあゆっくり見ましょうっていうことで、うん、3時前まで撮ってあります、うん、まあデーゲームでしょっていうことです、うんうん、で、まあ神戸線阪急で、梅田に戻って大阪、うん、でここがね、ちょっとあの皆さんあれかもしれないですけど、これ何、これ東海道本線快速、この間に、これ知らない駅ですけど、大阪京都間でこれ快速電車に乗るとですね、小谷駅って駅がこの当時あるんですよ、うん。何、小谷駅知らないよ。小谷って何、どこ、長岡京です。長岡京って何。長岡京の旧駅名です。知らなかった。この時まだ小谷駅です。小谷って言うんだ。あ、すげえ。あえて新快速に乗らず快速に乗ります、うん、で、京都に着いて、まあここで新幹線乗って名古屋に行きます。うん、で名古屋で、また東海道線に乗り換えて蒲郡、はい、で蒲郡泊、蒲郡泊です。これですね、蒲郡泊で、そこが7時、この当時7時、もう7時なんで、まあ6時に着いてるんで、あ、もうバッチリですね。れるかな、多分あの100円あれ入れてみるやつ。あ、うん、懐かしい懐かしい、いいですねこれ。そこが知りたい、なんだっけこれ、バス旅のね、奥の細道、春の巻。ああ、いい、そう、見た見た、そうそうそう、昔ビデオ録画 VHS で撮って見てました、ね、でもちゃんと見たいですね。あ、そう、やっぱね、バス旅のね、元祖なんですよ、そこが知りたいはね。あのだから対決要素とかなくて、ですあのね、すごいめちゃめちゃはしょるんですよ。そのだって、どこかな、池袋かなんか出発して高崎までを、たかだか2分ぐらいの V で端折るんですよ。そう、だから和歌山玄三さんのナレーションで、もうだからその、うん、何時こと何時間かけて高崎に行って、もう高崎早っと思って、そうそう、はい、でこれ、そんな感じで、じゃあ1、
蒲郡で泊まった理由、なんとなく想像はつくけど、すごい楽しみ。地図